秩父鉄道歴100系電気機関車は、秩父鉄道の電気機関車。第二次世界大戦後に、日立製作所が、日本各地の私鉄や専用船に供給した50トン級、電気機関車の一つで、歴101、歴102、歴106、それに歴107、歴108の3グループに分類される。2020年終了時点では、歴102.103、百0 5の3両が在籍している。 1951年11月に秩父セメントの私有機として、日立製作所で出来鉢として製造された。時長は48トンである。車体は全溶接構造による12メートル長の箱型でッき付けで、側面に出入り口を持たないため、乗務員は乗降の際に、つまめ中央の出入り口を使用する。側窓構造や側面用部のルーバー、天井のモニター屋根など、 設計面で同時期に国鉄で量産中の EF15 系の影響が各所に散見される。ナンバープレートは楕円形の小型のもので、つまめのものは向かって右側に取り付けられている。塗装は竣工当時一般的であった茶色一色で竣工している。当時、秩父鉄道は 火線電圧が電化以来の直流線2 0 0トであったが近い将来一般的な直流線5 0 0トに昇圧されることを見越して当初より1 5 0 0ト対応の電装品を搭載して竣工した。主電動機は日立 h s 2 5 7 i r を拡大車に2機ずつ吊り掛け駆動で走過し、波数比は牽引力を確保するために73、16、 イコール4.56と比較的高い値に設定されている。台車は後述する松尾工業鉄道 ED501、ED502 と同様、ウィングバネによる軸箱指示機構と揺れ枕付きの枕バネを備える、膨大枠台車である。制御機は直列、並列合わせて17段の電磁空気単位スイッチ式制御機を搭載し、総括制御には対応せず、 発電制度も搭載されていない。ただし、構内入れ替え作業に長時間使用することから、入れ替えに適するよう特に主底工機の設計に配慮が行われている。パンタグラフは電車用の PS13 を搭載する。これは特に秩父セメント側の指定で三角カーボンが札板に採用されている。上述の通り、当初は秩父セメントの私有機で影森から、 秩父地区工場への原石輸送に用いられていたが、1980年9月の出来507春行に伴い車席が秩父セメントから秩父鉄道に移管された。本社は以後の本形式と比較して、時長は2トン、軽い上に定格引っ張り力も6600キログラムと低めで、以後の秩父鉄道で主流となった定数千トンの貨物列車牽引ができず出来100に、 以降の50トン給電機機関車との共通運用に当てることは難しかった。このため、本社と同様に、主電動規定格出力ができ100に以降より低いでき、1型や ED38 型と共通運用とされ、一般貨物列車の経引や、構内入れ替えに充当された。1973年の出来500系、製造開始以降は、 同形式と共通の青色に白帯を入れた電気機関車の新標準色に変更され、さらに1980年代以降は出来101と同様に出来200系以降の実績を踏まえて両側面に4箇所ずつ設けられていた機器冷却用のルーバーのうち中央寄りの2箇所が閉鎖され、全小灯も白熱灯1灯からシールドビーム1灯に交換されている。 1988年に SL パレオエクスプレスの運行が開始されると C58 系のご補機として起用され、1994年7月には休憩客車に合わせ、再び茶色に塗装が変更されたが、1996年にはその役目も解かれ、長らく広瀬川原車両基地構内の河川のない場所に留置されていた。 2006年3月31日付で廃車となった、あと、同年5月13日に広瀬川原駅で開かれる、2006ワクワク鉄道フェスタで、補修、塗装して展示されることが発表され、当日、茶色に、白帯の美しい姿で展示された。その後も、広瀬川原車両基地の無可線地帯に留置されており、ワクワク鉄道フェスタの際に展示される。 赤色塗装の出来103出来101の装備車として、出来102出来103が1954年、出来104出来106が1956年に製造された。本グループ以降は当初より出来100型として竣工している。101と基本構造は共通であるが、車体長が0.6メートル延伸されて12.6メートルとなり、側窓が5枚から6枚に増やされた。 また、自長も2トン増加し、50トンとなっている。1954年製の出来102出来103が出来101をそのまま引き伸ばしたような、角張った車体であるのに対し、1956年製の出来104出来106は、正面四隅にやや丸みがつき、若干柔らかい雰囲気となった。なお、ナンバープレートは、楕円形のものが引き続き採用されているが、本機以降は、 つま面のものは向かって左側調布に変更されている。制御機や台車、それに駆動装置などはでき101に順じるが、主電動機は、磁気回路容量を増強した日立製作所 HS-277AR を拡大車2機搭載に変更され、波数比は73、18イコール4.05と、高速寄りにシフトした。制御機は、 電磁空気単位スイッチ式手動加速制御機で直列9段、並列7段構成となっている。主管制御機は日立製作所 MN97C を搭載する。長時間の入れ替え作業に備え、主抵抗機の設計に特別な配慮があるのは出来101と同様である。なお、冷却系は自然通風式である。パンタグラフは日立製作所 k a を2搭載し、 中道面を三面取れる三角カーボンをすり板とするのも出来101と共通である。主電動機の出力強化で先頭貨物列車の短期転移が可能となり、出来101を含む在来車とは運用が区分された。出来101と同様、1970年代中盤以降塗装が青に白帯という新塗色に変更され、その後ろ前商灯が一刀取付式のままで、 白熱灯から高焦度なシールドビームに交換されている。また、両側面に4箇所ずつ設けられていた、危機冷却用のルーバーのうち、中央寄りの2箇所が閉鎖されているのも同様である。出来106は2008年2月8日昼に、影森駅構内で、鉱石貨物列車経営中に脱線転覆する事故を起こした。その後現地で一部解体の上広瀬河原車両基地に、 運び込まれ、後に廃車となっている。出来104は2013年3月に故障、運用離脱した後に広瀬川ら車両基地に留置されていたが、運用復帰することなく2015年3月に除籍された。出来103は2011年5月15日に開催されたワクワク鉄道フェスタに合わせて赤色白帯の塗装となったが、 2014年6月の検査入場に再始従来の青色に戻された。もともとは松尾工業鉄道 ED501ED502 として1951年に製造された出来8の兄弟車とでも言うべき車両である。1972年10月11日の松尾工業鉄道全廃に伴い秩父鉄道2乗とされ、同年12月に秩父へ到着後、 改造や整備、塗装変更の上で1973年1月20日に、来107.108として竣工した。同時期設計の来8と、ほぼ同一構造、同一車体調の箱型全4節構造車体を備え、側窓数も5で来8と同様である。つま面左右の窓状に日差しを備え、軽的にカバーを備えるなど積雪地帯での運用に備えた仕様となっている。 心臓当初は茶色一色であったが、1950年代後半には、ED501 は青の濃淡に、車体裾と正面が白帯、側帯とデッキ部端量が赤という派手な塗装、ED502 は湘南電車と同様の緑台台塗り分けに変更され、さらに路線廃止前には青に白帯に変更されていた。秩父鉄道への譲渡後、これら2両については一旦は、 茶色一色に、ソブ白帯という当時の標準色に変更されたが、譲り受け時の青に、白帯という鮮やかなカラースキームは、秩父鉄道の関係者には魅力的に見えたらしく、譲り受けの約4ヶ月後に竣工した新型機、つまり出来500型にそのまま採用された。その後、出来1型や ED38 型を除く秩父鉄道在籍の全電気機関車について、 この塗装が標準採用されたため、これら2両についても再び、松尾時代末期と同じ塗装に戻されている。この2両は、譲り受け時には、運転台下部に、立派ない物の,の長方形ナンバープレートが重付されて、いたが、秩父鉄道席への編入に採取形式称号は、在来者にあって、これらに近い仕様を備える、本形式のものが与えられた。 この際ナンバープレートを新規制作しなかったため、この2両のみ車番が全て手書きとなっている。電化前には国鉄払い下げの国鉄4110系蒸気、機関車が使用されていた26パーミルの連続購買区間を要する山岳線への投入を目的として設計されたことから、同系の兄弟車である出来8と比較して自長が50トンと2トン、重く設計された。 主電動機も、より強力で、降雪地帯での使用を考慮した全密閉型の、日立 HS-277AR を、搭載、主抵抗機とともに、電動送風機による強制冷却としている。この電動機により、波数比を75、16イコール4.68と低く、設定して、低角速度時速 32.2km で 8880kg という、 大きな定格引っ張り力を発揮する。制御機は設計当時の電気機関車では、一般的な電磁空気単位スイッチ式、手動加速制御機を搭載し、直列9段、並列7段の立候弾に加え、非常用として発電制度九9段を備えていた。台車は設計当時の流行を反映して、ウィングバネによる軸箱指示と揺れ枕付き枕バネを採用した。 新設計の膨大枠台車が装着され、快適な乗り心地を実現している。車体構造は、一般的な全溶接組み立ての箱型車体であるが、窓、扉、鎧土通風機などについて、雪の侵入を防止するために工夫が凝らされている。各部の仕様は、同時期に、日立で設計、製造された出来8イコール出来101と、ほぼ同一の車体、台車に、 主電動機を、はじめて機102から106と共通性の高い仕様の機器を先行増加したものといえ、それが路線廃止後の秩父鉄道への譲渡へとつながっている。松尾工業鉄道では全線廃止まで本線貨物列車牽引の主力機として徴用された。秩父鉄道への入籍にあたっては、体幹設備の一部撤去、非常用発電制度の廃止など在来者にない。 装備の撤去が実施されたが、外観上は、ひさしが残るなどおおむね原型を保った状態で、竣工しており、収益開始後は、定数千トンの重量級貨物列車の牽引に、威力を発揮したほか、SL 部長の際の客車牽引も担当した。以後の運用や、改造状況は出来102から106のグループに順ずる。出来107は2015年2月に運用を離脱し、 翌3月に除籍された。残った出来108は、同社の最古産機関車としてその後も運行されて、いたが、2020年12月に、団体臨時列車、快速秩父の出来108号の牽引を最後に、運用を離脱。これにより、松尾工業鉄道に在籍していた車両はすべて、引退した。ありがとうございます。